おとといだな。強いんだね。あなたたちは見ての通り、ペルソサッカーがいる。やっぱそっか。お前ら、かけに笑ってなかなかやるな。いいのか、いい以上に出されるぞ。ご歓談の最中に失礼いたします。あれ、マーガレットさんと同じ服。はいはい、姉、マーガレットと同様、ベルベットルームの住人としてご客人のお力添えをしております。私はエリザベス。こちらに控えますのはグッテーテオドロでございます。以後お見知りおきを。先ほど姉より事情を聞きましたところ、どうやら非常に面白い。ここに、あ、面白いっつった。詳しいことはここを出てからなどだな。まずはこの太郎の皿から出ようぜ。その前にあれだ。さ、先ほどの調合が、これは渡さないと言っていたものでしょう。開けるの？ああ。これまでちょいちょい出てきたやつ。迷宮の中で見かけたウサギとは色が違うようですが、そういえばあのウサギはまるで。姉ちゃんたちはこれ見たことある？わかんない。そっか、じゃあ手がかり。どこかでこれを。でも4つ、ここには4つの迷宮がある。私にはここで使命。思い出したの？ダメダメだ。無理無理しないで。それだけでもすごいことだよ。万人っていうのはさっきの女王様みたいなシャドウの心。ああ、そうだな。ゼレン君が思い出したのは多分そうだ。ぬいぐるみに記憶が封印されていた。レイは何かが思い出さないか。わかんないっては。そうか。先ほどのシャドウはこう言っていました。ぬいぐるみを手に入れてみ、これが偶然でないと仮定すると、まずあのシャドウに代表される誰か。ワンちゃん。そしてその誰かにとって、もっと言えばその誰かが。ぜでもって、あと3つの迷宮を回って。3つ？なんで分かるんすか？ゼンが言ったの？ここに。あと3つか。きっと、その、だが、例の記憶は守っていない。金が。この金。この金に。あ、やんだみてえだな。ベベトルームに2枚の扉があって、そのうちの一つが急に外れそう。マーガレットさんが扉っていうのは違う。まさか、で、わかんないけど。四つの命令。偶然、じゃない。おそらく、迷宮をめぐり、万人が守るものを手に入れると限る。その誰かが。挑戦状を叩きつけられたって感じだよね。佐田隆先輩、何話ついてってんすか。鍵が開くのは万人が守るものを入手したからか、それによってゼン君の記憶が戻るからかは分かり、今はそこを区別する必要はなさそうです。要はあと3つの迷宮をめぐって万人が守るもの、その途中で
では、戻りましょうか。僕たちは先に行って。お疲れ様でした。よかった。無事帰ってこられましたね。ゴーリウムも無事に果たせたようね。つい先ほどカリラと会ったのです。妹どうやらカリラもこと申しましたよ。情報量多すぎ。私から話そう。私はキリジョウ満、特別課外活動部 SEES の一員として。シャドウペルソナ使いって俺ら、我々もついさっきマーガレットさんから聞かされたばかりだ。君たちは影時間を知らん。影時間、やはりそう。おいおい話そう。わからないことだらけだな。そう、同じよ。ひょっとして、我々の現場リーダーは彼、複数のペルソナを自由に召喚し、ワイルド相棒と一緒なんか。二人のワイルド、よろしく。ついでにこのまま、そうだな、まずは真田昭彦だ。ぬわ、イケメンは駒だけで十分でしょ。真田先輩、もうちょっと何か言いましょうよ。そうか、好きなものはプロテインだ。ここにはなさそうですね。俺は荒垣新庄、高3になるのか。休学中だが、わけあって活動部にだけ復帰してる。わけって何？発表する必要があるのか。シビス！じゃあ、次は高2組だね。私は竹林ゆかり。何他に言うこと。100円のアイドルです。ちょっとやめてよ、アホかつの。いやいや、熊の中のアイドル急上昇かもですぞ。ていうか、さっきから君熊だったんだ。熊子、なんとこの熊、重厚な熊柄を大胆不敵に脱ぎ捨て、中からドレッシーで可憐な美少はい、ありがとう。じゃあ次は俺ね。よい、お家は10です。それ俺じゃねえか。次は私かな。みんなと違ってワークアップ。じゃあ私と一緒だ。お話いっぱいしよう。はい、私も月光館学園では2年生にあたり、彼のそばにいることが私のもしグループ内でそういうのオープンなの。それよりもう少し、次は僕ですね。天田健です。僕は皆さんと違ってて高校生ではなく、月光館学園初等部の5年生。小 5？ え？ 10 歳か。週1です。同じようなもんじゃねえか。1歳の違いは大きい。コロマルさんです。満を持して最後の自己紹介に。大変。コロマルくんか、おいでー。おい、触らせろ。っていうか、この犬っころも？ペルソナ使いだ。飼い主が亡くなり、今。そっか。よしよし、頑張ってるんだね。我々は以上だ。よろしくお願いします。情報を共有しておりましょう。僕たちとあなた方は迷宮で出会ったゼン君とレイさん、彼らも閉じ込められていて記憶をなくしている。じゃあひょっとして俺らもこのまま出れなかったら、まさかだな。
まさか、な。今んとこ否定は、ともかくさ、みんな。いろいろと聞きたいことがある。だって、もちろん、一緒に行こう。じゃ、決まりだな。すごいね。一気に仲間が倍だよ。天田くんとかコロちゃんとか、高校生じゃない人もいる。やだな。こっちチームには。あ、いたんだ。しない。仲間、緊張しちゃう。そろそろよろしいでしょうか。待ってるのですけど。そっちの青い人、ああいう感じか。割と上からだな。こっちはなんか危ういぞ。危うい。すぐわかる。この迷宮には出口はなかったのね。はい。影も形もございませんでした。やはり出口はあのベルベットルームの扉のように四つの鍵がかかった扉ですね。ええ。先ほど伝えてもらった通り。じゃあ残りは3つ。善くんの記憶によると、ね、今のところ三つって結構。たったの三つだ。先が長いのね。皆様。増えた。これまた違うタイプの女子来たな。二枚の扉とは、私のお客人と姉上の。あの人無視する。嫌い。テオ、あなたがお相手になってなさい。あ、はい。ごきげんよう。私。マリー、今のとこ。呼び捨てにするものじゃないわ。いつも言ってるでしょ。自分だってマリーって呼び捨てにしてるくせに。ではマリーさん、私と少々お話でも。かき氷食べたい。赤いやつ。な。後で行ってきてちょうだいてよ。はい。では、トライアングルスプレッド。これまでよりも強力。これら合体は、これまで通りに私が行います。そして、てよ。はい、はい。装備品や消耗品を取り扱う施設をあなたに見抜かせるわ。はい、承知しました。そしてエリザベス、あなたは保健室で。かしこまりました。それから姉上、もしよろしければその保健室に。研究では、研究の一環として。皆様が、もちろん能力に見合う。ただの趣味じゃないですか。本当に好きに。では保健室でね、お待ちしております。待ってちょうだい。はい、何でしょう。あなたと、あなたの心はと。あなたは、いいえ、後にしましょう。はい。保健室行ったか。私も行きます。